アリス・コルトレーンは、アメリカのジャズミュージシャンで、ピアノ、オルガン、ハープ奏者。ジョン・コルトレーンの妻としても知られる。ミシガン州デトロイトに生まれ、クラシック音楽を学び、ピアノをバド・パウエルより習う。デトロイトで事故のトリオやビブラフォン奏者のテリー・ポーランドとデュオを組んで、プロとして活動し始める。1962年から1963年にかけて、 テリー・ギブスのカルテットにも参加し、この間に、ジョン・コルトレーンと出会っている。1965年に、マッコイ・タイナーに代わり、ジョンのグループに参加。翌年にジョンと結婚するが、翌年にジョンは、肝臓癌のために亡くなる。なお、彼との間にジョン・ジュニア、サックス奏者のラビ・コルトレーン、サックス・クラリネット奏者のラン・コルトレーンがいる。 しかしジョン・ジュニアは1982年に交通事故で亡くなっている。彼女の特に重要なレコーディングはインパルス。レコードにて1960年代後期から1970年代前期にかけて録音されたものである。彼女はインドの指導者、サティア・サイ・ババの信者でもある。1972年にカリフォルニア州に移り、1975年に インド哲学のベーダー科学派のセンターを創設する。1970年代後半には、トゥリア・サンギータ・ナンダに改名。時折であるが、アリス・コルトレーン名での音楽活動も続けている。1990年代以降も、音楽活動を続け、2006年秋に、活動25周年記念として3度のコンサートを、開き、ジョン・コルトレーン生誕80周年のコンサートを、 息子のラビア、ロイ・ヘインズ、チャーリー・ヘイデンといった2007年カリフォルニア郊外の病院にて呼吸不全で死亡。ありがとうございます。